こんにちは。当研究室教員の井上です。この研究室では降水量データや不動産価格データなど空間的な位置と関連を有する情報である地理空間情報を対象に研究を行っています。統計的解析手法の開発やその結果の可視化をする手法の開発、またそれらの手法を応用したさまざまな地域分析に取り組んでいます。地理情報を活用して5年前に開業した東西線の開業効果を分析しています。ハザードマップと地下のデータを分析して住民の防災意識を考察する研究をしています。初めは難しかったこともできるようになって、今ではとても研究が楽しいです。私たちと一緒に研究の楽しみを見つけましょう。待ってます。